お腹をへこましたい人は今回のプランクを一緒にしましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。はい、本日の内容なんですけども、たったの20秒で腹筋にしっかり効く腰上げプランクを一緒にやっていきましょう。メリットとしてはですね、腰が反れにくいのでしっかり腹筋に効いて腰に優しいです。結構プランクはですね、腰が反れたまま行ってしまうと腹筋に効きにくく、脊柱起立筋に効くんですけども、脊柱起立筋弱い人はですね、腰を痛めやすいです。で、今回はですね、その点安全なプランクのやり方です。なデメリットとしては、腰が反れた状態だと腹筋に効きにくいです。というのも、腰が反れるということはお腹が伸びているということなので、お腹が伸びているとお腹が力が入ってないので腹筋に効かないということになります。でもう一つは体の位置です。体の位置がですね、できるだけ高く保った方が腹筋に効きます。高いほど腹筋に効く、ここのポイントを押さえて一緒にやっていきましょう。では説明します。はい、今回のプランクは腰を高く上げておきます。肘をついてまず寝るんですけども、まず腰を丸めて、ここから体を持ち上げるんですけども、足の位置を少し前に持ってってですね、一番高い位置が腰になるようにです。お尻が一番高かったらお腹に効きません。お尻を締めて腰が一番高い位置で保ってください。できるだけ高く保ちます。こっから膝を少し動かします。膝を少し下げることによって腹筋に力が入った状態からさらにお腹をグッと力を入れることができます。これを一緒に20秒間です。まずは腰を丸めて、足を浮かせてちょっと前に持ってって、こっから膝を動かします。1秒で2回です。では20秒いきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。お疲れ様でした。ちょっとね、腰が痛いんでね、ちょっと腰にも僕は来たんですけども、普通の人はですね、腰がしっかり丸まってれば腰に優しいです。で、しっかりね、腰が丸まってるので腹筋に力が入った状態で膝を動かすことによってお腹をさらに締める、腹筋にさらに力が加わるっていう風になります。頑張った方、できた方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。シェアもお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。